傍時、難時、法時とは、交通の要所や市場、所領などの土地の世に至りあるいは、教会のうち重要な地点に建てた掲示のこと。元は、監視などが不特定多数に命令や告知すべき内容を木の板に書いて掲示したものを指した。例えば、遺失物が習得された場合、習得者はそれを所管の監視に届け出て、 監視は一定の手続きの後に傍受を行って所有者を探す必要があった。また、類次三大各所州の大乗官府の中で官府の内容を傍受するように命じたものが20件確認されており、当時の朝廷が法令の内容などを傍受の形で民衆に伝えようとしていたと考えられている。こうした防止は監視の命令を受けたとね、他領などによって、 道の交差点や、港津のような交通の要所や市場などで行われていたと考えられている。また、特定の区域に出された命令を告知するためにその4、イタリにも傍事が行われていたと考えられている。傍事に使われていたと推定されている木管は、平城系、長岡京の側溝跡や石川県の鴨遺跡などから出土している。後には、 自社の境内の教会や一円支配が確立した、荘園の排他的権利の及ぶ範囲を示す、教会線として建てられた。坊主は、自然物がその役目を果たすこともあったが、通常は木や石で作られた柱が用いられた。荘園の認定時に、荘園領主の使者や召喚、朝廷の使者、国家の役人が立ち会って建てられた。坊主は教会を明確にして、 境争論を防止する意味があったが、国史の交代による方針変更や境争論の相手側の工作によって引き抜かれる場合もあった。中世において、朝廷の権威が物理的な強制力を持つものではなかったために、防治の権威が絶対性を持つものではなかった。そのため、荘園領主、召喚などは、荘園図などを作成して合わせて証拠とする必要があった。 ありがとうございます。